垂れ耳結びしていくよ。手先は70センチ。手先の長さでイメージ変わるから、いろいろ試してね。右ピンチに預けたら、左側も止める。右ピンチを真ん中に止め替えて、手先を右肩に預ける。背中で帯が折れたりしないように整えたら、自分が回って一巻き。下線を引き締めたら、左手が迎えに行く。左ピンチに止める。2周目も自分が回る。帯幅と下線整える。ピンチを2個取る。ここから有料案件、ポイント。わかりましたか？垂れ元を三角に折り上げる。手先を肩から下ろすよ。垂れを上にして、バッテンにする。垂れを上にして、一結びする。垂れをすべて引き抜いたら、ぎゅっ、しっかり立てる。根元を4等分に整える。下から上にくるりして、上に輪を作る。小さすぎず、大きすぎずの輪を作ってね。手先がロックかかるように、輪を左に作る。お羽の真ん中で、三つ山ひだを取る。ひだが崩れないように輪に通す。お羽を整えたら、ぎゅっ。垂れ元をしっかり引き締めるよ。レースゴム紐の登場。箱ひだを作る。帯山をレースゴム紐で取る。山線のゴム紐を2つの結び目の間に入れる。後ろで結んでおく。帯上げ入れるよ。半分にして、もう3等分にする。輪を上にして、後ろで結ぶ。仮紐で垂れの長さを決める。垂れ先を少し長めに取って、帯の下線より少し上で仮止め。仮紐と帯締めを輪の中に通す。仮紐をくるくるして、お太鼓の形を整える。この収め方だと船底になるけど、一重太鼓の収め方でも OK。少しの違いで雰囲気変わるから、いろいろ試してみてね。お太鼓の大きさが決まったら、一本目の仮紐を取る。この時二本目を取らないように気をつけてね。レースゴム紐は黒と白があるので、使い分けるのをおすすめします。はい、くるっとな。真ん中に来ているか確認。帯上げほどいて、山のゴム紐を結び直す。程よく締めて、結び目を下に落とす。脇までしっかり落とすよ。三部紐に帯留め通して、アジャスターを使って締めていく。三部紐の場合、この後垂れの中に結び目入れ込みます。帯が柔らかい場合、入れ込む時に、ぐにゃっとなって、形が崩れることがあります。手直ししてくれる人がいないときは、三部紐ではなく、普通の帯締めが良いと思います。帯上げを入れていく。輪が上にある状態で整えて、内側に折りたたんで、もう半分に折り、入れ込む。帯上げが浮いてくる方は、強く引っ張って、しっかり中に落としてみてね。下前側も同様に整えていく。山を脇まで整える。内側に半分に折る。もう半分に折って、下にしっかり入れ込む。脇までちゃんと処理する。ピンチ取ったら完成。やってみてね。